車両通行止め2種類車両通行止め通行止めとは、道路で歩行者や車両等の通行を禁止することである。日本において通行止めの規制をする場合には、図示の各種の道路標識を規制をする道路の両端に設置して行うことが基本である。道路交通法第4条に基づき都道府県、公安委員会、または方面公安委員会や、 第5条第1項に基づき警察署長が道路標識等を設置して行う場合、道路法第46条に基づき道路管理者が道路標識等を設置して行う場合がある。また、公安委員会、または警察署長は、緊急のためなどにより道路標識等の設置が間に合わない場合には、警察官の現場における指示により、通行止めの規制をすることができる。また、 警察官は危険の防止や渋滞の解消など特に理由があり、緊急を要する場合には現場における判断により通行止めの規制をすることができる。道路管理者が任命した道路管理員は道路保全や危険防止のために必要な限度において一時的に道路の通行を禁止し、または制限することができる。僻地で通行換算な境外道路や観光地の道路等において 特定の時間帯、または暴走族や走りや対策として、深夜時間帯などに通行止めの規制をしていることがある。自動車運転支障行為処罰法の施行により、自動車、原動機付き自転車を運転し、通行禁止の規制に違反して、交通事故を起こし人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪として、最長で20年以下の懲役に処され、また運転免許は、 基礎点数45から62点により、免許取り消し、結核期間後から8年の行政処分を受けることとなっている。ただし、通行止め、車両通行止めや、その他の通行止め標識であって、自動車、原動機付き自転車に対して、あまねく通行、道路標識は、設置主体によって、適用法令及び、実態効果が異なる場合がある。前述の規制主体の通り、 道路標識、区画線及び道路表示に関する命令により、道路標識は、公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものに対別される。それぞれの場合の実態効果について可きする。現状では、これらの道路標識を一見しても、設置主体が判然とせず、道路標識の設置状況を、観光所等で書類調査しないといけない場合がままある。基本的に、 公安委員会が設置する道路標識等の場合は、前傾の通行止め規制の多くは、道路交通法第8条により、その規制に違反すると、通行禁止違反となる。道路管理者が設置する道路標識の場合は、道路法違反、または車両制限令に基づく道路法違反となる。以降は、公安委員会が設置した場合と、道路管理者が設置した場合とで、 適用法令及び実態効果が実際に大きく異なるものについて挙げる。以下の道路標識は、それぞれ自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路において設置される。公安委員会が設置した場合罰則は、道路交通法が適用され、かつ前述の危険運転致死傷罪の適用対象となる場合がある。また、道路管理者による場合と比較して、 普通自転車に該当しない自転車が通行、止め規制対象となる。道路管理者が設置した場合罰則は、上記に違反しているものに対する道路法第48条の16による道路管理者の措置命令に違反した場合に初めて課される。また、前述の危険運転致死傷罪の適用対象外である。これらは、公安委員会、道路管理者のいずれが設置した場合でも、 道路標識の実態効果は同じであるが、適用法令が異なる。公安委員会が設置した場合罰則は、道路交通法が適用され、かつ前述の危険運転致死傷罪の適用対象となる場合がある。道路管理者が設置した場合罰則は、道路法が適用される。また前述の危険運転致死傷罪の適用対象外である。許可車両専用。 許可車両専用の道路標識は、特定車両停留施設であって、道路標識に図示した種類の車両のうち、特定車両停留施設の管理者の許可を得た車両について停留させることができることを示す、規制標識である。特定車両停留施設は、道路付属物であるため、道路付属物たる駐車場などと同様に、道路交通法及び、道路法にのっとり、適法に侵入しただけでは、 これらの法令に直罰規定がないため、これらの法令で直ちに処罰されることはない。そのため、厳密には通行止めの規制標識には当たらない。以上から、許可車両専用の道路標識は、単に図示した種類の車両の特定車両停留施設であることを示すに過ぎず、図示した種類のすべての車両の停留を許可するものではない。特定車両停留施設においては、車両ごとに、 道路管理者に申請して、停留許可を受けなければ停留してはならず、また許可を受けた者から料金を徴収することができる。無許可、不法に停留させた場合は、直罰規定がある。なお、緊急用務中の緊急自動車、道路の管理、維持、改築、修繕、または災害復旧に関する工事その他の工事用車両などであって、国土交通大臣が定めるものは、 許可申請及び料金徴収の対象外である。ありがとうございます。